来ました。ドゥドゥン、新型コロナ検査キット見つかりました。はい、これ初めて僕ちょっとやるんですけど、ちょっとやってみようかなっていう。まあ結構出てるじゃないですか、全国的にね。まあ多分ね、多分大丈夫だとは思うんですけどね、東京に比べると密ないですから。私がこもって動画撮ってもらったわけだから、引きこもりはコロナにかかるのかみたいな。ちょっとこれ、今もう速攻やります。これね、唾液でいけるのかな？そう。これ初めてですね。なんかね、PayPayでね、今PayPayでね、検査キットが売ってて、それ4000円ぐらいするんですよ。4000円ぐらい。なんかPayPayだから安いですよ、みたいな。あるんですけど、なんかね、なんとかキットが売られてて、PayPayだとちょっと安くなるみたいな、前あったんですけど、それ4000円ぐらいあって、これね、安い、2000円ぐらいだったと思います。うん。室温20度から30度の場所で保管してください。室温2度から30度。2度から30度。ちょっと説明書を読んで。ですね。開封してから1時間以内に検査を終了させてください。テストプレートの袋を開封してから30分以内に検査を終了させてください。唾液採取のおよそ30分前に口を水で軽くゆすいでください。その後は検査まで、飲食や喫煙、歯磨きやうがい薬をした、うがいはしないでください。ちょっと、もうコーヒー飲んじゃったんですけど大丈夫かな。ちょっとぐじゅぐじゅペーしていきますね。コーヒー飲んでるからね、大丈夫かな。なるほど、ちょっと待って。専用キャップ付きのキャップ、私セットします。あ、これをね、これ取ってセットするみたいですね。これをセットすると、はい、気泡のない唾液を口の中に集めるために頬を 1,2 分間マッサージします。気泡のないものが1ミリラインまで達するまで唾液を吐き出します。これね、年取ると唾液出ないですね。あ、でもここをマッサージしたことないですけど、確かに唾液出るかもしれない。 1,2 分マッサージ、
ちょっとあの唾吐くんで、ちょっと後ろ姿でいいですか。気泡です出まくってんな。気泡が出まくってる。じゃもうちょっと出しましょう。すげえ気泡気泡出まくってんな、これ気泡出まくってますね。いいのかな1ミリラインを超えてても問題ない。1ミリライン、もう1回出しましょうか。ちょっとちょっと出しました。なんかちょっとねコーヒー混ざってるかもしれない。いや汚ねえな。で次は今度これを外して、これを外して、これをまたつけて振るみたいですね。なんか異物混流が唾液の中に異物混流がだいぶ入ってるような感じがするちょっとじゃあもういいでしょうね。ちょっと多分1ミリまあこんだけあれば十分だろう。で振ると、これでフリフリしましょうと。溶液と専用よく混ざるようにしてください。振ります。8分間放置ですね。これ8分で出るんですよ。すごないですか。もういいかな。もういいでしょ。混ざってるよねこれ。はい、じゃあこれ8分置きます。8分タイムカウント、ストップウォッチ、タイマー8分。じゃあ8分かけます。開始。はい8分。20分以上放置しても正しく判定ができませんのでご注意くださいと。コントロールライン、ああなるほどね。まあここであの検出なしありってなしって書いてありますね。でこれをテンプレートを送って感じですかね。テストディッシュ部の穴に、3滴スポイトで、スポイト、ああこれスポイトですね。これで3滴垂らすと。4滴以上はしないでくださいと。4滴したらダメってことですね。気泡を避けて、気泡を避ける、ああ気泡を避けるね。上の方が気泡になってるから、なるほど。
いや、これ出たらやばいっすね。出たらやばいな。いや、多分大丈夫だと思うんですけどね。ピンピンしてるからね。じゃあスクショ用取っといていいですか。あ、じゃあ、はい、スクショ用です。スクショ用、これはね、小林製薬さんが出してるやつですね。小林製薬さんが、まあこの YouTube の下にリンク入れておきますんで。なんかね、もう9000万個ぐらい売ってんのかな。多分 Amazon でも売ってると思うんですけどね。あ、売ってないか。Amazon で売ってないのかな。あ、Amazon で売ってますね、やっぱ。あ、アマゾンで1500円ですね。はい、小林製薬。まあ、この YouTube の下に入れておきます。はい、1580円。これでも評価3だぞ。これはいいのかな。これなんか、なんかアマゾンの評価あんま良くないですね。早い。なるほどね。まあいろいろなキット出てるので、一応僕が買ったやつは入れておきますね。何分だ今。あと3分ですね。3分。いやー、どうですかね。まあコロナね。まあでも東京とかね、まあ大変でしょうね。まあすげえ一言ですけど。まああとやっぱ仕事の関係もありますよね。まあ僕はもう申し訳ないですけど、本当に誰とも会わない仕事なんで。まあいつも会ってるのは自分ですね。カメラ。カメラに向かって喋ってるだけなんでね。14分か。あ、あと2分です。あと2分です。あと2分でございます。いやー。これね、検出ありで出たらどうなんだろう。どうしようもな、まあ、病院っすか。病院行かんとあかんな。でも病院もね、今ね、全然、ねえ、なんか、ないみたいですけどね。その、なんだ。その、すごい、あの、
なんだ、すごい状態じゃないと、ダメみたいなね。今注文が入りました。注文が売り上げが上がりました。今売り上げが上がりました。検査中に売り上げが上がるっていうね、なんか不思議な、不思議ですねこのお仕事っつうのは。そう、インターネットっつうのはね、すごいんですよ。あと40秒来ました。あと30秒来ましたよ。35 34 33 32 34。はい、よし、あと20秒来ましたね。じゃあちょっともう開けていいっすよね。開けましょう。開けて S ライン、 S ラインに大企業さん的、 S ラインに大企業さん的。おおおお、びっくりした、びっくりした。はい、ということで抽出します。まあ、3滴ですね。3滴。ちょっと多すぎたかな。3滴スポイトで転換します。3滴、あの、4滴以上は転換しないですね。ハンデエラーになります。いや、こんなに唾液結構入れたんですけど、結構もう、ポンポンですね。はい、一応3滴入れたんですけど、すいません、僕あの間違えましたね何やってんだこっから8分ですね。え、こっから8分だ、こっから8分わあ、ロスった、マジか、ロスジェネレーションじゃないですか、マジか、何やってんだろうこう垂らしてから8分ですね。何を僕も8分待ってたんですかね、何を8分待ってたと。まだ8分じゃないですか。わあ、長いなー。動画長くなっちゃった。動画長いじゃないですか。おお、でも染み込んできたね。染み込んできた。いやー、ちょっと8分ですよ。また。結構16分ですか。持たねえ。お前や。なんか喋ろうか。コロナね。まあでも今すごいですよね。ちょっと今今日の感染者見てみましょうか。今日の感染者、今日感染者、今日の感染者、トータル140万人感染してるらしいですね。ちょっとあの都道府県別でデータ見てみましょうか。
あ、鹿児島も出てるな、78人。昔鹿児島全然な、あ、沖縄すげえな、沖縄爆連してますね。めっちゃちっちゃいのに554ってすげえな。沖縄めっちゃ爆連してんじゃん、これやばいな。ね、沖縄ちっちゃいですからね。ちっちゃいのに554ってすげえな。鹿児島78。熊本もまあまあ出てるな。ね、前その島根とか鳥取も全然出てなかったけど、出てますね。岩手とかもね、前ずっとゼロだったら岩手も出てますね。もうこれゼロのところがないですね。うわ、僕も爆連してんな、やっぱすごいな。昔なんかね、岩手ゼロだったけど。結構多いな、これ。すげえな。多分ね、もうちょっとね、今もうちょっとデータ出始めてるんだけども。まあいいや、ちょっとね、8分経ってから、8分経ってからね。ちょっと。あと5分です。いや、すごいっすね。まあでもね、まあね、こうね、8分でできるってのはいいですね。まあ一応その、小林製薬、あ、これ輸入してるんだね、小林製薬が。小林製薬が作ってるわけじゃないんだ。あ、ここか、メーカーがここで、小林製薬が輸入販売元小林製薬。なるほどね。ああ、小林製薬が作ってると思ってました。これ、ここのなんか、海外のあれなんだ。あと4分、あと4分です。4分、あと4分待たないとダメですよ。まあ多分早送りしてるでしょうね。早送り、結果どうだったんだ吉谷、吉谷どうなんだおいみたいな。いやでもね、もうありがたいですよね、こういうお仕事で。僕はありがたい、本当に。まあね、まあコンビニとか行きますけどね。まあスーパーも行くんで、まあそれはすいません、行きますよ。まあでも、まあぶっちゃけコンビニもまあ今ネットスーパーもあるし、まあでもね、まあ配達員の人とのやり合いもあるじゃないですか。だから配達員の人がかかってたらっていうのもあるので、まあ結局ね、まあその配達員の人が、まあその玄関に置いたとしても、配達員の人がもしコロナだって、その指先にウイルスついてて箱についててみたいな話じゃないですか。なんかこれね、難しいっすよね。まあ家から一歩も出なかったとしても、配達、まあ何か食料は必要じゃないですか。でその食料を受け取る時の配送員がかかってたらねっていう話で。で今ね、なんか店舗とか手袋つけてこうやったりとかね、まあ、あの飲食店とか手袋つけたりとかやってますけど、ね、このクソ暑い時にね、佐賀さんとか、まあちょっとわかんないですけど、毎回手袋変えてんのかって、多分あんまやってないでしょうし、やってんのかな。まあ限界はありますよね、防ぐ限界は。まあその家にいたとしても。まあでもまあ極論はまあ非常にリスクは少ないんじゃないかなとは思いますけどね。人に会わなきゃ。だって人から人に感染するのがまあ結構多いんですよね、多分。まあ人に会わなきゃそもそももらわない確率は高いですよね。
ただ触れたところでっていうのもありますんでね。まあそれは手洗いしかないですよね。だって本当に防ぐんだったら防護マスクなんかこんなのしないといけないじゃないですか。あれでね、コンビニ行きますって話で。ちょっとね、あれでコンビニはなかなか行けないですよね。てか、あれをね、買えんのかな？病院仕様の全身、こんなブワーみたいな。ね、それでコンビニで買い物するとかもちょっと、微妙な部分あるっちゃある。まあでもね、まあいてもおかしくはないですよね。あと何分だ？はい。あ、あと、来た。あと50秒。1分切りました。これ30分枠やん。めっちゃ長くなっちゃったな。まあちょっと今もう出てるんですけど まあ一応8分ね、待ちましょう。まあでもくっきり出てますね。くっきり。くっきりちっくり出てますよ。まあでもね、結論無効ではなかったな。よかった、無効じゃなくて。無効だったらね、マジか。これね、ただじゃないですから。まあそりゃそうっすよね。ちょっと、かかってたら、まあこんなピンピンに動画撮れてないと思うんで。あと10秒です。あと10秒。なりました。はい、8分なりました。で、ですね、検出ありの場合は、C と T に、ラインがつくみたいな感じなんですね。で、無効の場合はラインがつかない。で、無効の場合は T だけにラインがつくと。で、検出がない場合、コロナに感染してない、検出してないという場合は、検出なしの場合は C のところにラインがつくというところでございます。はい、そして僕はどこにラインがついたのか、もしくはラインはついてないのかということなんですけど、こちらですね。あ、ちょっとでも唾液が大丈夫なのかな。まあ、見えましたかね。まあ、結論 C です。大丈夫。グッジョブ。グッジョブです。よかった。はい。ということで、こちらね、8分で、まあちょっと僕、イージーミスして16分かかりましたけど、唾液を摂取して出して入れて、ここに SS っていうところに入れて8分ですね。はい。まあ8分でね、サインが出るっていうのは非常に便利なんじゃないかなと思います。で、あとは、一応、まあ輸入、まあいろいろ出てるんですけども、いろいろ出てるんだけども、まあ一応小林製薬っていうね、まあ、所さんが、まあ、なんだ、輸入元っていう、なんか、ちょっと安心感はあるかなと。でもね、結構これが一番なんか、よさげというかなんか、まあ、コピーとしては、なんか、安心感はありますね。ちゃんとなんか書いてある。はい。ということで、コロナのウイルス抗体検査キットを試してみたという動画でございました。では、コロナにはお気をつけください。田舎に住んだ方がいいですよ。田舎でネットです。これが最強。はい、終わります。